ノースカロライナ音楽の殿堂ノースカロライナ音楽の殿堂はアメリカ合衆国ノースカロライナ州と縁のある音楽産業に重要な影響を与えた音楽家、作曲家、芸術家を検証するために設立された非営利組織及びそれが運営する博物館。博物館はあらゆる時代のノースカロライナの音楽家たちに関する情報センターであり、 多数の品々を保存し、展示公開している。現在、博物館は、ノースカロライナ州カナポリスのエーストリート西109番地に、所在する、かつての市間国を改装した建物に入っている。ノースカロライナ音楽の殿堂は、1994年に、ダグクロフトとジョー・ギャロルという二人のビジネスマンによって、創設された。当初は、ピードモント・トライアド地域のトーマスビルにあり、 1999年には7人、2002年には1人を伝道入りとした。その後、この施設が手狭になったため、カナポリスの歴史的建築物である、かつてのシカンゴ国アートが新たな場所として選ばれた。2008年から始まった全面的な改装は、7ヶ月を経て2009年に入ってからが完了した。改装後のノースカロライナ音楽の伝道における、 新たな取り組みを主導したのはカナポリスと縁がある音楽産業の実力者マイク・カーブであった。カーブはカナポリスに拠点を置くノースカロライナリサーチキャンパスを建設した実業家デイビッド・イーチ・マードックの友人でもある。カーブは旧市監獄の建物の購入と改装を実現し自らの個人的な記念物のコレクションで伝道を飾った。カーブは ノースカロライナ州出身の音楽業界の役職者で友人でもあったエディレイをこの組織の日常業務の運営責任者に据えた。マイク・カーブとエディレイは二人とも2009年に電動入りを果たした。マイク・カーブは電動の運営への貢献と支援に対してエディレイは生涯を通した業績に対してそれぞれヒッパフォーマー部門での電動入りが認められた。2012年 ノースカロライナ音楽の殿堂は、初めて殿堂入りの受賞式を公開方式で行った。カナポリスにほど近いコンコードのヴィンテージモータークラブ、カンファレンスイベントセンターが会場となり、入場チケットの販売が認められた。ノースカロライナ州出身、ないし、在住のミュージシャンで、音楽産業界において10年以上の経験を持つ、ことが殿堂入りの前提条件となっている。 音楽のパフォーマーやプロデューサーだけでなく、音楽産業界の企業経営人や教育者なども電動入りの対象となっている。電動入りを果たした主な人々と、その年次は以下の通りである。電動入りした人々は、ジャズ、オペラ、ヒップホップ、ブルーグラスなど、ほとんどすべての音楽ジャンルに及んでいる。ありがとうございます。